皆さん、こんにちは。アルファアスリートの黒岩と申します。本日はあのロスアンゼルスキャリアフォーラム2022がえと開催されるということで、えー、とこの情報をアップデートしていきたいと思います。アルファアスリートではですね、あの主に大会系出身の方とかの留学や就活をサポートしておりますと。で、本日もあの就職活動に関しての内容です。 でえー、とロサンゼルスキャリアフォーラムというのはあの簡単に説明すると、あのまあ、その,名の通りロサンゼルスで開かれるあのキャリアフォーラムなんですけど、いわゆる日系、えー、日本企業とかあの外資系のグローバル企業が、えー、と日本人を取るために、あのグローバルな日本人を取るために開催、えー、される、そのグローバル企業があの一堂に会して、えー、採用フォーラムを行うと、まあ、そういう機会になっております。 でそれがあの3年ぶりに開催されるということで、まあ、アップデートがありましたので、まあ、これをあのキャッチアップしていきたいというふうに思います。ではい、こんな感じで、えー、と4月日程としては、えー、と4月16日、17日に開かれますがあのアプリケーション自体はあのその大体2、3ヶ月前に始まることが多いです。なのでもう2月ぐらいには始まって、えー、しまうと思うので、えー、ともし あの申し込みたいという方がいらっしゃいましたら、あのアルファにあのすぐにご相談ください。ES とか結構がっつりやらなきゃいけないので結構大変だと思います。確か、まあ、3000字とか6000字とか書かなきゃいけないので結構大変です。なのでそこをしっかり詰めて、えー、っと早急に、えー、っと完成させましょう。で、えーっとまあ、あのワクチン付きの。 なんかワクチンをの義務化がありますということがあるんですけどあの、おさらいというか、あのポイントとしては、参加対象者ですね、どういった人がまあ行けるのかということと、あと、どういう企業が来るのかということと、まあ、どういう人が行くべきかというところをあのおさらっていきたいと思います。で、ここに書いてあるように、参加対象者ということで、あの日本語力、英語力ともに少なくとも初級レベルをお持ちの方と。 具体的にはここに書いてあるように、日本国外の大学の学士、またはそれ以上、修士、博士、家庭の,あの博士を持っている方、または取得予定の方、えー、交換留学経験をお持ちの方で、日本の大学の学士以上の学位をお持ちの方、取得予定の方、えー、留学経験をお持ちで、あの職務経験者や海外での職務経験をお持ちの方、 また、コロナ禍で高校交換留学が、えー、延期または中止になった日本の大学の学士以上の学位をお持ち、取得予定の方も参加可能です。で、えーと、ポイントとしては、これこ書いてあるようにあの、取得予定でも行きますということです。なので、例えばあの9月から、えー、留学しますと、えー、2022年9月から、えー、留学しますという方も行けるということですね。まだ留学に行ってなくても、えー、留学しますということを証明できれば行けるっていう。 ことですで加えて、えー、と留学してた人たちも行きますということです。あの留学経験をお持ちの方、例えば今社会人で働いてらっしゃる方とかであ転職したいなと思っている方も実はあの行けるということですね。はい、プラス、えー、と交換留学が中止になってしまったとか、まあ、コロナで、えー、と交換留学予定していったけど、えー、中止になってしまいましたという方も行けるということです。なのであの実際に行ってなくても行く予定だったり。 という方も全然いけるので、あのぜひあのここら辺もご相談くださいあの。自分がどうなのか分かりませんという方も、ここからサポートしてますので、よろしくお願いします。で、やっぱりその、まあ、グローバル基準ってまあこういうことですよねっていう話ですね。あと、まあ、どういう企業が来るのかということをまず簡単に見ていきたいと思います。で、まだあの11社しか来てません。まだ1月なので。であの、開催が4月なので、またこれからどんどん増えると思いますので、まぁ、あ、い アップデートしていきたいと思います。で、上から見ていくと、まあ、Amazon ですね。AmazonWeb サ、e、ービス、EY、BIG4 ですね。で、NEC、えー、KPMG、US Japan Practice なので、多分アメリカで働けるみたいなところがあると思います。はい、あと w B、BWC、えー。これも多分アメリカの米国日系企業部なのであの、アメリカで多分日本企業をサポートするみたいな、まあ、そういうあの形だと思います。なので、 あの結構、ビッグ4がこれだけ早くあのここに参加企業に名を出してくるということは結構あの、インパクト大きいかなと思います。あのまたまた,またどんどんあの企業も来ると思いますし、プラスアメリカで働けるチャンスもあるので、この BWC とか、えー、KPMG みたいな感じで、まあ、アメリカでその日本の,あの企業のタクスをサポートしてほしいみたいな、まあ、そういう需要もあると思いますので、まあ、アメリカで働けるチャンスも全然ありますということです。 で、まあ、これだけじゃちょっと総数があの少ないので、まあ、去年の、去年はどういう企業が参加してきたのかっていうのを見てみましょう。で、これ56社あの来ていますと。で、あの有力だというかあの、まあ、かいつまんで説明すると、まあ、アマゾンですね。さっきもありましたよね。で、NEC、大塚製薬、あとは、経産省も来てますね。えコムテック、えー、サイオネックス、あとは、 JTB。これはアメリカの法人ですかねあ。スクリーンも来てるんですね。ソニーも来てますね。ソニーはゲームの方かな。ソニーゲームの方とか来ていて、あとディップ、えー、デロイトあ。デロイトも来ると思いますよ。あのーうん、デロイトもランが来ると思います。はい、ニッコン、えー、っとあ JR 東日本、ビザスク。 PWC、ファイザー、P&G とかも、こ、まあ、こら辺も来てるんですね。すごい。あこういったところが来ますと。LINE、まあ、楽天、まあ、これは王道ですね。はい、こういった企業が来ますと。なので、こういった企業に入れるチャンスがぜひあるので、あのぜひこういう機会に挑戦していきましょうあのじ。皆さんが行ってない、留学してないっていう状況でも、留学しますって言えればあの行けるので、まあ、ぜひそういう、それに該当する方とか。 実は留学を考えていてまだアプライしてないんだけどとか、まあ、そういった方もいけます。あのハ,ルトでハルトとかまだあのアプリケーション開いてると思うのであのぜひぜひあのご相談くってご相談ください。で、あのまあ、多いのがこのパターンで多いのが結構その就職活動に失敗してしまいましたとか、まあ、そういう失敗してしまったのでなんとか リベンジしたいいいでですすう方が多いですなので、そういった方もあのぜひご相談ください。大会系の方とか、まあ、結構体育、就活厳しいなって感じていらっしゃる方も多いと思うんですよね。なので、あのまあ、この前の動画でも、まあ、リテール営業だったら、まあ、大体年収350万とか、あの400万ぐらいだよっていう話をしたと思うんですけど、まあ、そういうあのキャリア、それは大企業でもです、ね、大企業でも400万ぐらいですよという話をしたと思うんですけど、なんかそういうキャリアを目指すぐらいだったら、あのこういう PWC とか、 去年のそうですね、こういう KPMG とか PWC とかのアメリカの,あのところで、アメリカから働いていただければ、多分1000万とか余裕で超えてくると思うんで、こういうあの年収の高い企業にぜひ行きましょう。なので、そのためのサポートっていうのはもう当然やっていますし、アルファってめちゃくちゃ強いですと。で、コンサル、のの実際にあの就職活動のサポート、ES とか、ES 添削とか、Web 手とか。 あ面接対策っていう、それだけではなくて、例えばコンサルのケース面接対策とか、あセマネヘッジファンドに入るための対策とか、あとは M&A の、M&A の,の,の,のサポートとかもやってますので、まあ、そういうあのテクニカルな知識っていうのも詰め込めるように、まあ、サポート体制を整えているので、まあ、ぜひご相談ください。あの何でも、あのアルファに来てできないことはないと思うので。 ぜひご相談ください。私もあの対応させていただくと思います。はい、ではあの本日の動画は以上になります。あのロスキャリあの始まって、あのどんどんあのグローバル企業で働くチャンスというのも増えていくと思いますし、なんかユニクロがなんか練習10億とかそういう話もあったじゃないですか？なので、まあ、そういうグローバルな高度人材になれば、あの年収っていうのは当然その上がっていくので、ま是、あ、非ご相談ください。これはあの新卒で。 受ける人も転職するしたいという人もまあ同じです。なので、まあ、ぜひぜひぜひ、まずは無料相談からお願いします。はい、では、本日以上になります。見ていただいてありがとうございました。また無料相談でお待ちしておりますので、あの思い立ったら行動ということで、ぜひよろしくお願いします。はい、では、以上になります。ありがとうございました。